あれしようか。ちょっとこれ、なんていうかやな。直接あんまり、質屋の仕事ではないっちゃけど、結構大事や、大事ちゃう、色の話って。色。私が一番最初にね、まあ、興味があってね、もちろん買った本なんやけど、これ。色彩紅葉論。色彩紅葉論。あなたぐらいの年の時買ったと、これ。商業博士が回答、商工博士回答、だと色彩紅葉。つまり、色を、知っとったらさ、いろんなことを、ほら、例えば、黒いカバンやったら重たく感じるけん、効率が悪くなるよね。とか、人がやる気になる色とかさ、今度は逆にも食欲をそそる色とか、今度は食欲を抑えたい色とかあるんですよね。だけ、例えばさ、あんまり食欲を旺盛の場合、食欲を抑えたい場合、水色のランチョンマットにするわけよ。食欲を抑えられちゃうとか。あるっちゃ、いろんなことが。そう、いろいろあるっちゃ。でけ、そういう、あとね、なぜ、白とベージュの、和室があれだけ落ち着くのか。あれ、白とベージュの、捨て色って言っちゃうけど、いわゆる、白の方が表に出てきて、ベージュの方が抑えられるけ、ベージュのことを捨て色って言っちゃう。捨てる色ね、捨て色。それのバランスが絶妙に一見落ち着くっちゃう。あれが、もし、ベージュばっかりになってごらん。想像してみて。壁からなんから全部ベージュ色。窒息すると思う。白色と、しかも和紙の真っ白じゃない、ちょっとこう、味のある、生成りというか、あの色と、優しい、いわゆる白木のあの色。絶妙な色の組み合わせによって、落ち着く空間になるじゃん、和室って。確かに好きですね、和室。そう。ってことは、なんていうかな、色がもっと、心理的なメンタル面を見せる、こう、あれって、ものすごいと思った。だけん、これ知っとくのとあれ違うな。だけん、うちが、例えば、青いフードにしとやね。あれ、意味があるって。あれ、青を選んど意味があるあれ、やっぱいいんだ。絶対あるよ。そう。青って何を感じさせると思う？なんで青にしとうと思う？うち。それは、信頼、プロフェッショナルを感じさせる色って言ったら、黒とかグレーとかあるよね。だけど、なぜ、要するに、青を選んとかって、面積、まあ、わけよ。真っ黒いフードとかやったら、ちょっと、あと、紫外線とか、ね、汚れやすいとかでもあるね。今度は外やけ。そんなことも考えないから。で、なぜ青にしたか。あるんだ、意味が。信頼できそうそれ、信頼の青。信頼の青で足青を選んだんですよ。そう。コケティッシュなちょっと遊び心があるんだったらグリーン持ってこう。なんかちょっと。でも、グリーンじゃなくて、あえて青を選んだの、青と白を選んだのは、こういう青すごい。そう、信頼の青なんですよ、あれ、実は。ポイントに赤持ってきて、白持って、トリコロールカラーにはしとうのは、そういう意味で、もともとメインの色を青にしとうのは、信頼を重んじたいけん、信頼の青なんです。そうなんです。で、食べ物屋さんとかは青にしたい感じじゃん。あれは暖色検査な感じじゃん。オレンジとかさ、食欲増進させない関係。そういうこと、そういうこと、あったかくて、なんかほかほかってするような、こうね、いう感じ。そう、だけど、業種によって違うと。私たちは、私が一番、うちは、うちの店が一番大事じゃないから、まあ、信頼や。だけ信頼の青で青を選ぶ。そう。っていうので、選ぶときにね、いろんなことをこう知っとかないかんって意味でね、実は計算し尽くしてるんですよ。で、なぜ、電柱広告が黄色かっていうと、ほら、うちってさ、歩きじゃなくて必ずこれ車と思わん、ここ。ってことは、移動しましょうやね。動体視力って言い方は正しくないよ。動体視力っていうのは、物が動きようって意味だけど、まあ、じゃあ、例えば、こっちが動きようっちゃけ、まあ、電柱広告が動きようという意味で、動体視力に耐えられる色っつったら、黄色と黒の組み合わせや。ということなんですよ。あれはだけ、動体視力に耐えられるためには黄色。そう。目立たない感じや。っていうのであれ。だけ本当は好きじゃないみたいな。黄色って。目立つわね。やかましくなるやん。だって街の景観という意味では、決していいとは思ってないっちゃけど、動体視力、人の
運転手をした人のドライバーに、目を、注目してもらうためには、あの色を選ばざるを得んかったって感じだよね。私からしたらあんまり好きじゃないですよね。街の景観という意味ではね。だけど、色を押しとって、色の力を借りるっていうのは結構大事かな。だけど、春待ちやけんさ、一応春を待とうじゃないばって、七札とかが、桜色にしとるのには、一応、名前と、ああいうの持っとって、ね。あ 小物は優しい色やったら結構、持っとって嬉しくなるじゃん。っていうので、ああいう色をチョイスするとかね。ピンクやったら意味あったね。そう、春を待とうけ、春を待つわけね。そうそうそう。で、しかも、本当の桜色やったら、もっと白くて、なんか、ぼーっとしとっちゃう。だけど、あれは、ああいう紙を選んだ中では、一応、色見本の中からは、コスモスっていう色を選んだみたい。っていうので結構そういうので難しいのはね、看板になったら面積が広がろうが看板の色選びって難しいっちゃう。いやこんな大きくなったらでこの素材やったら焦げになるって、あらちょっとイメージと違ったってなるのがあっちゃれないね、あれはね難しいっちゃう。出たとこ勝負なとこあると、自分はそう、自分たちはそういうつもりの色で選んだのに意外とこう上がってきたら、であとライト照らしたら、あらこんな色だったら、ね、結構で色見本通りじゃないみたいなのがあったりするよね。あとは外気っていうか、ほら、要するに紫外線と埃に耐えない関係、こう、劣化していくよね。だけど、ある程度何年か持ってもらえないからね。そんなことも足し算引きだね。だけどね、色とか素材とか、あとは時間の経過とともに、可燃とともにどうなっていくかとか、いうのは知っとくと、やってみなわからんようじゃないっちゃう。やっぱ知っとくのと違って全然違う。あとほら、車とかもそうやない。で、社長とかはもうシャレコツさんやけん、わざわざオーダーして、どうのこうのとか言って、この色がいいとか言ってから、こう、新車っちゃうけど、うちの営業者の場合はね、なぜ、シルバーグレージとかって言うと、一番汚れ目が知れんけん。そうそう。あれが黒やったら大変やろうが。で、そう、それと、シルバーグレーはどんな服着とっても喧嘩せんちゃう。どの色とも合うと。だけん、私は旅行カバンの一番大きいスーツケースと、車はシルバーグレーと思ってた。どの洋服着とっても合わせられてた。うるさかろうが、意外とこだわっとった。意外とこだわっとったよ。